スケート部アイスホッケー部門1年生のゆうちゃいとです。本日はよろしくお願いします。ソッケを始めたきっかけとしては、その親がやっていて、物心ついた頃にはもうアイスホッケーをやらされていたみたいな感じですかね。埼玉ジュニアウォリアーズっていう、もうその先ずっと同じチームだったんですけど、そこにいました。大きな大会とかは出てないんですけど、関東大会1位だったりとかは取りました。本当に始めたての頃は全く滑れなくて、まあ結構嫌な思い出とかあったんですけど、結構親とかにやらされたりして、どんどん上達してったっていう記憶とかあります。正直小学生の頃とか練習ばっかで遊んだりとか全然できなかったんで、やめたいなって気持ちは結構ありましたね。親が YouTube とかをたまに上げたりしてて、その YouTube をその海外のその有名な人が見てくれて、一回こっち来てみないかみたいな感じで誘われました。小学5年生ですかね、一人で来ました。1ヶ月2ヶ月ぐらいその向こうに行って、その海外のチームでプレーさせてもらいました。全く英語とかも喋れなかっただけで、正直怖い部分はありましたけど、実際行ってみて結構楽しかったんで、全然良かったかなと思います。まあ、そんなにすごいとは全然自分で思ってなくて、そんな努力とかすれば多分他の子たちとも多分自分と同じ環境だったら同じぐらい上手くなってたんだろうなと思ってたんで、そんなにすごいとは思わないですね。明治大学を選択した理由としては、まあホッケーのレベルも他の大学とかとも同じぐらい高いですし、まあ、知ってる先輩も結構多くて、それこそ栄の自分の1個上の先輩とかが明治大学に通ってて、その先輩とは高校、中学、小学生の頃からも仲良くて、やっぱりその先輩の下でもう一回一緒にプレーしたいなっていう理由で自分は行きました。いろんな人と組ませてもらったんですけど、やっぱり高校とは違うプレースタイルだったり、そういった面でみんななんか大学慣れしてて、最初の方はついていけなかったんですけど、だんだん慣れていくうちに自分の思うようなプレーとかができてきて、今はまあ結構いい感じにはなってきてます。ここが自分の部屋です。もうあれもやってないじゃん、モンハンは。やってるお前、もう終わった分、モンハンの。いや多分またいつかやるし。やんねえだろ、絶対やんないでしょ。やるわけないだろ。あいつうまいな、お前うまいな、テープ巻くのうまいぞ。また根元から巻いてよお前。そうだよ、今日一回根元から巻けた。いやそういうね、変なことやったら自分多分明日調子悪いですもん。お前に調子悪いないだろ。お前調子悪くてもお前が大丈夫。そうだよ、切れない。ほら、はい、使っていいぞ。ダークあったら言えよ、俺ハサミ貸してるから。はい、いつも貸してもらってます。うわーい、藤井部屋長なんすよ。こういうところだからな。分かったか。困った。困ったっす。ああいいね。マク量少なすぎだろ、お前一瞬であるじゃん。意味あるっすかね、これ。いや、巻かないでいたら釧路湿気やばすぎてブレードかびてた。
どういうことですか。体力って勝手につくもんですか、ね、勝手について勝手になくなってくるんですよ。毎日走ろうかな。ちなみに俺去年中々走ったから、ね、嘘だよ。マジっす、マジっす。嘘だよ。いやマジです。嘘だよ。いやマジ、アップローチつけて自分走った。騙されんな、騙されんな。嘘だ。ろ過公園とか烏山の方まで行って。嘘だよ、嘘だよ。うまいなぁ。うまいっすね。ちょっとトイレ行ってこうかな。痛いからち。まあ、まだ聞かないですよ。出会ったのは小学校の、まあ、低学年ぐらいで、まあ、そっから、まあ、埼玉で自分栃木だったんで結構まあなんか会うことも多くて、でなんか小学校6年生の時だよね。そうですね。遠征一緒に行ってアメリカに。小学校の時クソ生意気だったんですけど、まあ今も生意気ですけど。翼さんも変わんなくないですか。まあ可愛げのある後輩です。結構、まあ、明治に来てって誘ったのも自分だったんで来てくれて嬉しいです。翼さんは怖いです。怖い、怖いです。怖いですけど優しさがある怖さです。あ、なんで別に翼さんに怒られてもそんなに心には来るですけど、まあ、別に嫌ってことでもないんで。でも翼さんも結構自分と似てると思うんですよね。なんかわけわかんないところでおちゃらけたりしてません。まあでもまあ結構似てるんで、まあ、そこら辺は結構、まあ、注目して見てほしいなっていうところはありますね。ね、はい。いつもアイトが料理を作ってくれます。美味しいご飯を部屋に提供してくれるんですよ。役割分担ですけど、豚骨醤油鍋を食べます。豚骨醤油鍋です。材料は普通に白菜、えのき、しめじ、ネギ、あと普通に肉っすよね。はい、あ、しらたきもあったわ。鍋って普通きれいに入れて蓋して蒸すはずなんだけど、こいつ全部バラバラにぐっちゃぐちゃにするんですよね。もうわけわかんない鍋になるんですよ。そう、もう鍋じゃないです。美味しければよくないですか。え、てかこのキノコほぐれてないっすよ。いただきまーす。恥ずかしいな、こんなカメラ向けられて。もしくは、うん、芸能人ってすごいな。それをこれを食べて、さらに感想言わなきゃいけないですよ。うまーい。やっぱこのお茶が一番うまい。ほうじ茶さん、うん、人生で一番うまい、今のところ。カルピス抜いた、普通に。それはないっす。いや、マジほうじ茶さん、うん、カルピス抜いてる。なんだっけ、もういいや。いや、気になる。アイト、じゃあこのカメラ来てるうちにキノコ克服しよう。ね。いや、食えないことはないっすよ。じゃあ白菜も克服しようか。そうだね。白菜も克服しといた方がいいね。はい。マナーマンさん、今日長ズボンなんですか。なんで今日長ズボンなんですか。ずっと履いてるやん、さっき。夕方から履いてるやん。うまっ。とても美味しいです。もうついてるぞ。ドジドジ。正直自分が狙ってたのは新人賞なんですけど、まあ全然全試合通して多分自分が MVP とは全然思ってなくて、全然他の明治の選手とかも活躍してて、まだまだそれに及ばないなと思ってたんで。
まあもらっては嬉しいですけど MVP は。でもちょっと納得はしてないです。近いとこなんですけど、とりあえず秋リーグを優勝して、でいいモチベーションでインカレにつなげて三冠を達成したいなと思ってて、でまあその後も2年生3年生4年生ってなると思うんですけど、1年生の時活躍してたのに 2年生3年生4年生の時あんまり目立たなかったねって言われないようにはしたいですね。と自分が一番勝ってるなと思うところはハンドリングですかね。それだけはもうずっと小さい頃からやってて、まあそればっかりやってたっていうのもあるんですけど、そういった面では負けてないと思います。1日2時間とかやらされてました、毎日。はい、ちっちゃい頃から本当にホッケーばっかやらされてて、正直自分からホッケー取ったら多分何にも残らないと思うんで、ホッケーは絶対続けたいなと思ってます。